案内を終了します。左が岳温泉長めの館幸雲閣、そしてこの先に私が乗る安達太良山ロープウェイがあります。こんな感じで楽しみました。それではぼっちで登山デビューした時の動画をどうぞ。
登れるだけでもいいよ。雨ではダメだからね。チャンネル登録と通知設定にグッドボタンを押してくださいね。ありがとう、サンキュー。こっちに多分いっぱいだって人来ないと思う。あそっからもう降りてどうせつかないだろうと思って山歩きにならないと思って横向きの方から登った。あっちは空いてましたけど、でもサボっちゃってる。そうなんだね。でもあの行列に並ぶ気にはなりなくて。
ここから約5キロ、約7分で滝温泉金雲閣に行けますので、絶景露天風呂をいただきましょう。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching until the end.